はい、皆さんこんにちは。東京国際映画祭情報配信番組 TIFF スタジオ、スタートいたします。ありがとうございます。実はですね、 TIFF スタジオなんと今回が第50回目というですね、記念すべき回を迎えまして、皆さん本当に去年の頭から始めてですね、50回お届けした、ということで、皆さん本当にお付き合いくださいまして誠にありがとうございます。見てくださっている皆様、そして出演してくださった、皆様に深く、感謝申し上げます。まあ、映画業界、映画館も少し、オープンし始めまして、少しずつ、まあ、元になかなか戻るのはまだ時間かかると思いますけれども、先に進み始めているというところでしょうか。TIFFスタジオはもうしばらくはですね、リモート、という形でゲストをお迎えして、してまいりたいと思います。で、まあ、TIFFスタジオは映画祭の状況をお伝えしたりとか、まあ、映画業界のニュースをお届けしたりということをしているわけなんですけれども、今回、改めまして作品公開が決まってきたということでですね、東京国際映画祭もとてもたくさん、お世話になっている武正治監督のですね、2020ちょっとどっちの読み方なのかもう一回後でちゃんと確認いたしますけれども、10の続編の102020を、完成させて、そして、公開が迫っている武監督を迎えしてですね、作品のお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速武監督をお迎えしたいと思います。武正治監督どうぞ。いいです監督いきなり武監督ありがとうございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。あ、お願いします。私いきなり冒頭でちょっと迷ってしまったんですが、これ正確には102020でしょうか、102020でして、2020で、はい、なんかオリンピックのあれみたいですよ、2020。オリンピックのね、そういう、はい、最初にちょっとお伝えしますと、7月10日金曜日から公開ということで、はい、このお話をしてまいりたいと思うんですけども、やはりちょっとその前にですね、まあ、2ヶ月、3ヶ月、その自粛期間があって、ようやく、まあ、世間が動き始めたわけですけれども、監督の自粛期間は どのようにお過ごしになってたんでしょうか。いや、もう撮影やっててやっぱ中断しましてね。あ、はい、うん、で2月いっぱいで撮影してた作品があったんで、はい、編集をね、アンダードッグっていう作品の、はい、で撮影所で編集とかやってたんですけど、それをまあちょっと遠隔で、まあ、こういうね、ズームみたいな形での編集というスタイルをとってやってました、はい、実際なんか落ち着いて編集に取り組めてよかったみたいなこともあったりするんですか。まあ事情で言うとですね、撮影をしながら別の作品を別の作品 の撮影をしながら仕上げをやるっていう、ちょっと多分相当ハードなスケジュールだったのが、まあ中断したんでね、はい、編集に専念できたっていうのが良かったんですけど、いやー、もうえらい時間かかりました、やっぱり普段より。ああ、そっちやな、うん、まあでも、はい、本来映画っていうのはじっくりやりゃいいんでね、そういう意味では慌てず騒がずで、その日がいつかやってくると思って編集やってましたけどね。なるほど、うん。で、この102020なんですけれども、うん、これは、公開延期になって7月に、っていうことですよね。でもね、もともとこの辺りにやろうって言ってたんですよ。はい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 。なんかオリンピックの裏でやりたいとかっていう無謀なチャレンジに不安を感じてたんですけどこれそれでこういう事情ね、ことでやっぱり、まあ、いつになるのかなって言ったら、まさかすぐ7月10日に公開ってなったんで、ちょっと今ね、慌てふためいて宣伝とかみんなやってるみたいで、なんかパンフレットとかまだこれ出来上がってないですもん、なんかこれまだ仮のものです。全然中途ですもん、これまだ白紙じゃないですか全然間に合ってないですよ。だからこれ7月10日ってこれなんか今嫌な予感してるんですけど、ええ、これ奥山さんひょっとして10にかけてんのかな、10日の10で。ああ、
いやー、いや、それだとちょっとまずいですね。ちょっと奥山さんやりかねないですね。ええー。いや、なんかね、つい最近、なんか7月10日っていうで、10で10にかけてるのかなっていう、ちょっと嫌な予感がしてきて、まさかそんなことないよなと思ってるんですよね。えらい7月10日にこだわってましたから。そうなんですね。はい。まあまあ、元々そういうことで動いてたと思うんだよね。そこ、まあ、私も拝見して、まあ、またすごい作品なんですけど、まあ、10が、最初の10があって、今、奥山さんの名前が出ましたけど、奥山和義プロデューサーのけれども、はい、その成り立ちとしては、もう、1本目の10を取って、た時からもう一本やろうという構想があったんですか？よくあるじゃないですか。0号初号の後とかでみんなでこうスタッフが、まあ、パート2また作ろうよとかって言って、はいはいはい、試しはね、なんかほとんどないんですけど、だいたいその場限りのノリで終わります。そうですね、だいたいまたやろうって言って結局やらないことが多いんですけど、まあ、そういう感じで中村さんと奥山さんと僕とで取材というか、まあ、3人で語り合うみたいなのをカーデの方でやったんですよ。中村さんというのは銃の原作者。原作者の、はい、中村文則さんと。3人で、まあ、原作と映画についてのなんかこう語り合いみたいな取材があって、その後の、食事してる時に、やっぱそんな感じになってきて、それでなんか、じゃあ次誰が銃拾ったら面白いのかねみたいな話をしてた時に、よくわかんないトースト女っていうか、トの女よかったよなって、ああいうのが拾ったらどうなるのかねって言ってるうちに、なんか中村さんがなんか面白いなみたいなこと言い始めて、で、奥山さんと僕もそれ面白いですね、あ、女が銃拾うのって面白いねって言ってたら、もう早速奥山さんがその場で中村さんになんかもうちょっとあの忙しい中村さんにちょっと書いてくれみたいなことを言い出して、それで本当に始まっちゃったんですよ。なるほど。それがきっかけですね。さすがですね。奥山さんはもうその前から企んでたのかもしれません。さすが。はい。10は中村さんの原作の映画化だったわけですけれども、今回2020はそういうことで、新たな企画だったわけですけれども、共同脚本として武監督と中村さんとクレジットされてるんですけれども、結構監督も一緒にアイデア出し合いながら組み立てていったって感じだったんです。まずはその中村さんの世界観っていうのがやっぱりもうほとんど重要なので、その映画のシナリオを作るというよりも、その中村さんの持ってる何か世界観っていうのがどういうものになるのかが必要で、まあ、要するにシノプシスみたいなものをとにかく書いていただきたいっていうことで、まあ、10ページぐらいのものを、貴重なものを書いていただいて、はい、でそれで僕と奥山さんでとんでもないぞこれはっていう話に、いやこれをどう映像化映画化していくんだろうというところで、はい、まあ、シナリオを今度中村さんにまあ書いてもらうっていうような発想で、そのシノプシスをもうちょっと長いプロットみたいなものにしていく過程でも、ある程度その中村さんなりの脚本みたいなスタイルで一回書いてもらったんですね。はい、それを僕の方で撮影台本っていう風にしていくような形で、こう何度か往来していくっていう形で、そうやって作っていった感じです。なるほど。あらすじはちょっと紹介があまりないんですけれども、基本的にはその今回は若い女性が、まあ、あるビルのトイレで銃を拾って、まあ、そこから事件が起きていくといいますか。まあ、そうですね。あれなんか、あれ大丈夫？そうですね。これが、ホームページのビジュアルですけれども、まあ、ね、その銃をめぐっていろいろな、まあ、人間関係あるいは事件が展開していくと。まあ、キャスティングがすごい大きかったと思って、いやすごいです。例えば佐藤浩市さんが出てくれるんじゃないかとか、加藤雅也さんだったらどういう役がいいんだろうって、はい、なんか俳優さんの名前を奥山さんと僕とで挙げてって、まあ、奥山さんの方から出てきて、それでまたそのシナリオが変わっていくっていうこともありました、ね。なるほど。じゃあ俳優さんを先にというかイメージして、そこに役をちょっとはめていったような。そうですね。そうするとまたそのシナリオが変わっていくっていうか、この人がやるんだったらこうかなとか、はいはいはい、で、そうですね、もうちょっとシーンを増やした方がいいんじゃないかとか、そうやって広がっていったっていうのもあります、ね。いや、まずこれもう拝見するともう役者陣がすごいなっていうのをまず思うんですけど。すごいですよね。結構その最初にそのイメージした
役者の方々かなり実現したっていう、もうイメージも何も、もう一撃です全員もう一撃もう言った人がそのまま来たってだけですね。わあすごい。佐藤浩市さんはまあまあ奥山さんがなんか浩市さんで何かっていうのもあったんで、そこはただどの役っていうのはひょっとすると刑事役がいいのかとか、あいやもうそこもフレキシブルで、いやもっと言ったらストーカーやったらいいんじゃないとか、はいはいはい、もう全然そういうフレキシブルな主役とかという発想ではなくて、まさに役ということで、はい、そうですね、面白く、はい、ちょっと役者さんについてまた、はい、後で触れたいと思うんですけれども、すみません一回ここでちょっとじゃあ予告編を、はい、はいはい、予告編をちょっと見ましょうと。あと4発残ってたろ、誰が4人ぶち殺せるんだよ。お前は本当何の役にも立たない、生きていても本当に意味がない。お前には無理だ、何もできないよ。お前は何もしなくていいんだよねえ、あなたはどうしたいの。おい、撃たねえんだったらその銃よこせ。お前を見てるとイライラするんだよ。なんでお前はそうなんだ。お前は目の前に神を見ることになる。目ん玉黒いからよ右の鼓膜にしとくよ。ごめんね、早く撃ちたいよね。はい、ということで予告編をご覧いただきましたが、佐藤さん謎の男というクレジットでありましたけれども、まあね、ストーカーに加藤正也さんみたいな、なんか驚愕のキャスティングなんですけれども、あ、それそのまあ佐藤さんの登場にはびっくりするんですけれども、その他ですね、やっぱり日本映画ファンにとってはもうたまらないバイプレイヤーの皆さんですよね。まあ吹越さんですとか、僕はもう大好きみんな大好きな宇野昌平さんとか山中さんとか、僕も篠原さんも大好きなんですけれども、もう隅々に至るまで魅力的な方が配置されているという。どうですか、監督としてももうなんかちょっとすごいキャスティング揃ったなという。いや、みんな知り合いだから10がこの年の9月撮影だったんですけど、はいはい、だから吹越さん、友近さん、加藤さんっていうのは2月に京都で嘘800 の, 続編を撮ってた3人なんですよ。はいはいはい、もうバッカなコメディ撮ってたんですけど、はい、やっぱこの 真逆なね、バカなコメディとは真逆の本来のこの人たちの持ってるすごさみたいな。はいはいはい、でもうやっぱりその嘘800の現場やってる時にコメディとはいえ、やっぱりその役者の持ってる狂気性みたいな部分っていうのはもう垣間見れたので、うんうん、友近さんにしろ福士さんにしろすぐ思いついて、まあ、加藤さんもそうですけど、非常に難しい役を3人ともやってたんで、はい、そこでパッとそのままシフトチェンジして、まあ嘘800とかが僕の陽の部分であれば、銃っていうのは陰の部分だから、はい、そこのパッとこう裏のキャスティングじゃないんですけど、また同じ人たちでっていう。で、浩市さんは助監督時代も、まあ、監督としては初めてだったんですごい楽しみだったんですけども、はい、助監督時代5人とかそういう作品でご一緒してたんで、恩返し的なことも含めてなるほど、すごく僕にとっては大事な作品になりましたね。まあね、予告にはありましたけど、みんなクレイジーというか、クレイジーでない人が一人もいないぐらいの作品なんですけど、やっぱりクレイジーな役って皆さんこう危機として演じられる感じなんですかね、役者さんというのは。やっぱり最近あんまりこうひどいことをするとちょっと世間的にもやりすぎだとかっていうなんかところもあって、俳優さんもちょっとこうね、燃焼しきれてないところもあって、まあ我々もそうなんですけど、なんかそういう、なんていうんですかね、意外と日常にあるまあ狂気とはいえ普遍性なものだとは思ってるんで、そういうものをなんか生っぽくやれるっていうのに、もう俳優さんたちがすごいなんか生き生きとしてやってましたけどね。そうですね、それがすごい伝わってきますけれども、まあ肝心のヒロインなんですけれども、はい、日野京子さんはどのようにして
キャスティングされたんでしょうか。もうだからその時の召し会の時にもう本人関係なしにこっちで勝手にもうあの銃拾ったらいいんだとか、本人出るも出ないも決まってないのに勝手に進めて、でまあやっぱ前回のねその銃のトースト女っていうのがやっぱ見事だったんで、まああの、はい、そんなに長い出番ではないんですけど、やっぱすごく鮮烈な役としてね、あの役を演じてくれたんで、じゃあ今度彼女を軸に置いたらどうなるんだろうっていうのはすごく楽しみで、はい、うん、まあ結果のこの難しい瞳子って役をまあすごくブレずにやってくれたのが ありがたかったですけどね、すごいやっぱりハードだったと思うんですけど、なあの非常にまあちょっと官能的でもあり、まあ官能的なんですけど、多分監督もあんまり見せすぎないように抑えてるところもあって、その絶妙なあのバランスといいますか、でもそもそもその女の人と銃っていうのはもうエロティックな演奏、連想をさせてしまうっていうところもあるんですけれども、やっぱりそのエロティシズムというのは、まあ、今回銃2020で監督が重視した点と言ってもいいでしょうか。そうですね、あの特に女の人の抱えているその日常のストレスっていうところは、まあ、おそらく男性の我々よりも非常に、まあ、歴史的なことも含めてやっぱ多いというふうに思ってますし、なんかそういうものが映画の中で表現できないかなという、その、うん、まあ、あの今ストレスをみんな抱えてますけども、まあ、男性も女性もいろいろな多様性が今ね出てきてるんですけど、なんかその女性の抱えてきた、まあ、抱えてる何かこのストレスというものを、うん、映画のワンカットワンカットに重ねていったらどんな映画になっちゃうんだろうなっていう、はい、いうような、うん、なんかある意味チャレンジというか想像を、まあ、クリエイトするっていう感じの、あの試みだったんですけどね、すごくやってて、はい、まあ、難しかったけど今思うと面白かったですね。その女性の世界に対する復讐っていうようななんかテーマを僕はちょっと感じたりしましたね。そうですね、だからなんかたまたま10-2020ってこう2020年っていうのをつけてくれたっていうのが、まあ、まさかこういう世の中になるとは思ってもいなかったんですけど、その当時はまあその、まあ、コロナの騒動になる前 の部分、コロナ以前コロナ後っていうね分け方をするとすれば、これはコロナ以前に作られた映画ですので、はい、なんかスタートというかな、女の人っていうと言い方悪いか、まあその女性である女性のスタート、うん、まあ、もうしてほしいなっていう、はい、していかないといけないなっていう考えはもう数年前からもありましたし、うん、なんかその銃を捨てるっていうのがなんかこう男を捨てるように銃を捨ててくださいって僕は現場でも言いましたし、なんかそういう思いでなんか作っていった、まあ、中村さんの思いがやっぱりそこにもうあの書かれたものに書かれていたので、それはそこを目指していった方が面白くなる、面白くなるっていうかチャレンジというふうに思ってましたけどね。はい、あとそのやっぱ触れたいのがビジュアルがやっぱり強烈ですね、まあ、世界観ももうちょっともう本当にこれもう映画的なのでもう見てもらうしかないんですけれども、まずはやっぱり銃の最初はモノクロだったので、もう今回はカラーでっていうのはもうなんか自然な流れ選択でしたか。まあ、そのなんか同じタイトルで銃とつくんですけども、やっぱ同じものにはする必要もないし、まあ、できないだろうなと思ってたんで、まあ、前回やっぱりその続きがあると思って作ってませんから、ね、思い切ってそのモノクロっていうところからのなんか銃が起こすその血というものをなんか表現するっていうか、ただまあもう一回その銃で中村ワールドをやるってなった時にどういうものを我々その映画を作る人間としての選択としての表現を考えたらいいのかなってなった時に、まあいろんな手はあると思ったんですけど、いずれにしろモノクロっていう手は使えないんであれば、その主人公っていう人が電気、つまり映画の中でライティングできないような状況を作った時に我々はどんなライティングするんだって、このよくわからないこの矛盾メーター、撮影部照明部がどんな顔するかなみたいな、なんか考えるだろうって言った時に、この主人公の家あの電気止まってんですよって言った瞬間にしばらく撮影部照明部が顔見合わせてましたから、さあどうしようっていう、だからそっからでしょうね、はい、それがなんか今までなんかとは違うものになったりするんじゃないのかなっていう、うん、この映画の暗さ、
はもうちょっと映画館のスクリーンで体験してもらうしかちょっと説明のしようがないと思うんですけど、そうですね、やっぱりその独特の暗みっていうか暗さっていうのが大きな個性になってるんですけれど、その分色のビビッドな発色というようなところもなんか目立ちますよね。そうですね、だからやっぱりあのできるだけ大丈夫、あの暗部をね際立たす、黒を出すっていうのがまあまあまあ大体僕らいつも目標にするんですけど、まあそれは今回この題材は黒出せるなっていう、黒を出すことによって色が浮き出るっていうやり方が、まああの刑事の部屋ですとか主人公の部屋っていうのとか、あと回想シーンっていうのでいろいろと分けること、まあ夜と昼間っていうのもあるんですけど、そこら辺の確かに、あの写真が少し載ってますけれども、これは、ヒロインの部屋かな、ちょっとこの辺の部屋、あの写真からイメージをね、あの皆さん、あのうわうわ、まあ、これあの美術部が頑張りましたね、はい、あの本当狭い、本当のこれセットじゃないですからね、これ本当のアパート飾って、その中であの真夏の撮影は地獄でしたね、本当に地獄だろう、だからこの作品、本で撮影と美術が素晴らしいなと、すごいんですよ、もうあの撮影部、もう本当スタッフは頑張りましたね、あの、はい、暑い中みんなキャストも、あの僕はもう外であの暗幕の中であのモニター見てたんですけど、でこの佐藤浩市さんが立ってる場所が、まあ、あの現場の一つのある雑居ビルなんですけど、なんか無国籍感があふれて、なんか絶妙なロケーションだな。そうですね、まあ、プロデューサーの奥山さんとも話してたのは、もう最初にまずこういう雑居ビルっていう、なんかね、昔あった新宿だとかにもあったような、誰がどんな店をやってんのか分かんないような雑居ビルがなんか出てくるといいよねっていうところで、まあ、こういうビルがね、まだ残ってたんで。はい、素晴らしかったです。ちょっと、まあ、もう世界観がオリジナルが、映像もこうダークでビビッドで、素晴らしい。そしてもちろん深い、まあ、現代人というかね、その女性に対するメッセージのようなものも含まれていて、まあ、本当に見応えのある作品であるというふうにもう断言したいと思うんですけれども、ちょっとここで映画ファン的な質問なんですけれども、まあ、10にしても102020にしても、そのハードボイルド的というかノワール作品で武監督がなんかこう過去の作品で好きな作品、あるいはちょっとレファレンスとしてるような作品って何かあったりするんでしょうか。だから前回のその10の時には侍っていうのがね、やっぱりまあ、アパート両方ともアパートが出てくるじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、今回取り勝ってるっていうのもあったんで、うんうんうん、実は前回の方に侍っていうのを意識した時に、あの銀残しじゃなくてモノクロを選択してみようかって気になったのがあって、で、はい、もう一回やるんだったら銀残しもあるかなと思ってたところで言うと、侍っていうのは大きいと思うんですよね。はいはい、ずっと一人の子を見ていくっていう、はい、ただ女性っていうことで考えた時に、なんか銃を撃ったりするっていうのはなんかあのグロリアっていう映画の、あのカサベテスのグロリアの、ジーナ・ローランズみたいに生きのいい姉ちゃん、姉さんじゃないんですけど、はい、まあ、この女はなんか銃を撃つのか撃たないのかっていうような、銃を拾った女なんですけども、うん、カサベテスのね、ジーナ・ローランズ姉さんみたいなのは昔から大好きで、はい、もちろんタクシードライバーっていう世界もあるし、ではいはい、たまたまこの映画をやる前にジョーカーっていうのが公開されたりとかして、これはもう世界中の人が影響を受けたでしょうし、僕もそれ見てなんかいろいろなことを考えましたし、なんかそこはなんか、まあやっぱつながってはきてるんじゃないですか。そうです、なるほど。で、あの女が銃ぶっ放す映画とかっていうのをいっぱい探してみましたけど、まあ、なんかトリフォーの映画とか思い出したりとかね、あのレストランで柔らかい肌でしたっけ、柔らかい肌ですね。さあ、柔らかい肌、巻き夫を撃つやつね。そうですね、なんかレストランで銃撃つっていうのとかも、なんかこうテキスト見ていくと、なんかそういうの思い出したりとか、はいはいはい、意外と女の人が銃撃つっていうの、50年代、40年代の映画とかも片っ端から調べて、まあ、見たんですけど、意外とこれがですね、一つの発見だったんですけども、はっきり見せる映画ないんですね。ああ。うん、女が銃を撃って撃つっていうカットがすらがそんなにないんですよ。つまり当時で言うと、その女が銃なんか持つもんじゃないよっていう、そういう、そこも一つのなんかね、
ハリウッド、当時のなんか倫理コードみたいなのがなんかあったんですかね。そうですね、だからよくあるじゃないですか、あの犯人誰だったんだって言ったら、なんか影の中で人が撃たれたりとか、はいはい、であとは私がやりましたとか、もしくはあのシルエットになって女が撃つとか、うん、あのそういうあの面と向かって発砲なんかするのは、やっぱりこの劇中に劇中のテレビでも使いましたけど、拳銃魔っていう、やっぱりボニー&クライドをもう一回復刻させていくっていう、やっぱ俺たちの明日はないみたいなところ、アメリカニューシーマンを待たないとそれが出てこなかったっていう時代があったんだなっていうことはなんとなく僕は今回気づきましたけど。なるほど、はい、いやちょっとそういう映画のなんか記憶をたどるのもこの作品見てて面白いなと思いましたし、特にあのヒロインの服装が、うん、まあちょっとホットパンツ的なものに T シャツというかタンクトップだったりするんですけど、うんうん、その上にちょっとサマーコートというか、うん、ロングコートみたいなのを着てるじゃないですか、うんうん、あれがやっぱりちょっとハードボイルド的なルックになりますよね。そうですね、どうしても銃を隠すっていうかポケットに入れるっていうと、前回の26の時もそうなんですけど、夏にちょっと薄手のコートを着せるっていうのが、はい、これはいいなと思って。いいですね、やっぱ2人のシルエットっていうか、やっぱ対なんで、はい、銃の時の村上虹郎のやった徹君と彼女のひなみさんの瞳子っていうのがこう対にねなってくれるといいなと思ってて、まあ、同じ世界観の表と裏っていうか、色のある世界と色のない世界っていう表裏っていうかね、はい、そういう、うん、だからいつか2本立てでぜひやりたいなと。そうですね、これはぜひ2本立てで見たいと思います、うん、いやありがとうございます。改めまして、皆さん、こちら7月10日、銃の日ですね。銃の日とか、これ、一応あの銃社会をちょっとね、銃は良くないよっていう映画で、銃の日っていうのもね、まあいいか、映画銃の日だな、映画銃の日。はい、映画銃の日。ということで、金曜日ですね、東宝シネマズ日比谷、他にて公開ということでございますので、ぜひ、楽しみに お出かけいただきたいと思います。監督、最後に視聴者の皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。そうですね、本当に、なんか大作という映画ではないですけども、もうあっという間に終わってしまうような映画なんですが、まあまあ、ワンカットワンカットにどういうものを見てくれる人がこう、まあ、いろんなことを思ってくれないかなと思いを込めて作ったつもりなので、まあ、とにかく、まあ、作り手のことよりもまず出てるその演者たちの素晴らしさというものをぜひ2020年にこういう演者がいたという記憶とともにですね、ぜひ皆さんもそれを見ていただきたいなと、それを切に願っております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。皆さん、武監督からお話伺いました。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで武監督にお話伺いましたが、面白かったですね。いやいや、本当に映画見応えあるので、ぜひお運びください。ということで、次のコーナーはティムスターマンスリーチェックジュライということで、まあ、映画がね、公開がまたされるようになりまして、皆さんも全国情報をお持ちでしょうけれども、ティムスタジオのスタッフが見たい作品を、公開予定作品の中からピックアップして、紹介していく、皆さん、ああそういえばこんな作品あったなというふうに思い出していただけたらなという、趣旨で、意図でお届けするティフマンスリーチェックです。7月の公開作品の表を見ながら、公開作品の中からピックアップした作品の表を見ながら、ちょっとおすすめをね、語っていきたいと思うんですけれども、7月も結構もありますね。で、7月3日金曜日は、もう早速なんですけれども、こちら、後ろのですね、これは去年の東京国際映画祭の時に、上映した、カセットテープダイアリーズのオリジナルの、ポスターですね。あ、テックの方すいません、切り替えを、こちらがオリジナルのポスターで、カセットテープダイアリーズというタイトルで、7月3日から公開される、ことになっております。あとはですね、ちょっとリストを、一緒に見ながら見ていきましょうか。チアアップね、これはね、Kさん、うちのスタッフ K さんが大推薦して、僕はちょっと予告編見てお腹いっぱいになっちゃったんですけど、そんなこと言っちゃいけません。はい、ちゃんと楽しみにしましょう。
それで、あれですね、レイニーデイインニューヨーク、ディアレンの新作が、公開が迫りましたね。7月3日金曜日にありますね。コメントとしては、K さん、やっぱりウッディが好き。そして M さん、アメリカでは公開に一悶着あった作品ですが、うん、ウッディアレンの映画に、こうしがたい魅力があるのは事実です。映画ファンとして、ウッディアレン×困り顔を、ティモシー・シャラメも、を持ってこられてはどうしようもないので、すいません、噛みまくりですね。ちょっとね、これ、僕が読んでる紙 の字が小さくて、ちょっとしょぼしょぼしちゃったんですけど、僕ね、ティモシー・シャラメじゃなくて、本当はティモテーだというですね、ティモシー・ティモテー問題にちょっとこだわってるんですけど、はい、それはいいです。だってティモシーじゃないよね、あれ。ティモテーだよね。まあいいや。はい。若く様の語りのティモシーも良かったですね。レディ・デイン・ニューヨーク、レニー・デイン・ニューヨーク、迫ってます。もう一回リストに行ってみます。ですね、7月3日、このアングスと不安というのも相当怖そうですね。83年、僕これちょっと見れてないんですけれども、ちょっとここは興味のあるところですね。10、2020、7月10日金曜日、ということなんですけれど、僕ほとんどノーチェックだったのがこの7月10日金曜日公開の透明人間ですね。そういえばあったなということで、ですね、コメントとしては A さん、透明になれるというだけでは映画としてなかなか面白くなれなかった SF の古典が、死んだはずのサイコパス元彼が透明になってストーキングしているかもという設定で、とっても期待できそうな最高スリラーにということで、エリザベス・モスですね。ね、前の透明人間ってエリザベス・シューじゃなかったっけ？シューだよね。だからシューからモスへという感じでですね。ちょっとね、前回のエリザベス・シューはちょっと相当エロティックで僕も興奮しましたが、今回の透明人間は、まあどういうスリラーになっているか、これは楽しみですね。ちなみにこの透明人間のコメントをくれた A さんは、そうか。ごめんなさい、なんでもない。はい、すいません。はい、続きます。そしてですね、同じく10日、ラ・ヨローナ、がありますね。去年の東京国際映画祭のコンペティション部門で、上映したグアテマラのラ・ヨローナも、7月10日に公開です。7月17日公開、悪人伝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 ですね、このマ・ドンソク、の主演の新作も、7月17日、これも大、大いに楽しみですし、リトル・ジョー、2019年の、コンペティション部門の、2019年のカンヌのコンペ部門の、リトルジョー、これ皆さんね、僕自分で書いたことも忘れていたんですけど、 A さんも M さんも僕がカンヌで書いたブログを読んで覚えていてもらったようで、とても不思議な設定の作品なんですけれども、ビジュアルも素晴らしい、ちょっとあのお花が主人公なんですけれども、リトルジョー、女優さんが素晴らしいんですよね。女優さんがカンヌで主演女優賞を取ったよね。はい、リトルジョーをぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。で、同じくですね、7月17日金曜日公開、グレース・オブ・ゴッド告発の時、これは、2019年のかな、ベルリンの映画祭のコンペティション部門で、フランソワ・オゾン監督の新作です。で、ですね、僕本当にフランソワ・オゾンの監督のもうたくさんたくさん作品があって、ほぼ年に1本新作が公開されているぐらいの、監督ですけれども、もう最高傑作の1本じゃないかなというふうに、思います。実話でですね、今もう成人している、成人どころか、まあ、中年に差し掛かっている男性たちが、子供の頃に、その教会の神父から性的虐待を受けたということを、まあ、トラウマとして抱えているんですけれども、その当時、彼らを虐待したという神父が新しくというか、同じ教会というか同じ地区にまた戻ってくるということで、彼らとしてはまた同じことが起きてはいけないということで、その神父を告発するかどうかという
決断を迫られるわけですね。でこれ実話で、当時ベルリン映画祭の直後というか最中に、その実話の事件の裁判が進行中だったんですね。なので、あまりにもアクチュアルな、テーマというか事件だったのでフランス公開が危ぶまれたんです。裁判結果に影響するかもしれないということで、まあ、結局映画は映画ということで、公開はされたんですけれども、本当に進行中の事件というか裁判を、扱っているという作品で、であの作品の出来も素晴らしいです。本当にあの深刻なテーマなんですけれども役者陣が、素晴らしいあの存在感をあの発揮している、フランソワ・オゾンのストーリーテリングも冴えるという、深刻なテーマなんですけども映画としての、ストーリーの運び方もとてもスムーズで息が詰まるようなサスペンスドラマ、と言っていいと思います。グレイス・オブ・ゴッド、これは、7月17日ぜひあのお見逃しないようにお願いしたいです。はい、ガラッと変わって7月23日にはコンフィデンスマン JP イエス、何を隠そう、私は中澤まさみさんが大好きなんですけれども、まあこのコロナ禍でですねいろいろな対策の公開が延期になる中で、コンフィデンスマン JP は今日から俺はもうあの7月ですけれどもコンフィデンスマン JP 今日から俺はというのは、まあ、日本の邦画の対策として、これから公開される作品の、まあ、試金石になるんじゃないか、興行上の試金石になっていくだろうとみなされている作品ですね。まあ、それはそれとしてですね、あんまりそう別に業界的なことは、まあまあ置いといて、素直に長澤まさみさんの魅力に、ここは早く浸りたいなと、思っている次第でございますので、見れてないので、とってもとっても楽しみです。はい。同じく7月24日、他の金曜日にはレトという、まあこの作品はあのロシアの、キリル・セレブリニコフというですね今のロシアで最も重要な監督の一人とみなされている、監督ですね。彼の2019年の、カンヌのごめんなさい2016年か、もとい2019年のカンヌでいいんだな、のそうだ言い直しますと2016年にカンヌの、ある視点という部門に、出てその後2019年に、カンヌのコンペティションに入ったレトという作品ですね。これは、まあ、実在のロックバンド、を、まあの活動をちょっと描いた、青春映画ということですね。非常にあのスタイリッシュな作品で、ロシアの今の才能をぜひ目撃していただきたいと、まあ、政治的にいろいろちょっと厳しい状況にあって、当時軟禁されてカンヌに行けなかったというような背景を持つアクティビストの面も備えた監督であります。キリル・セレブリニコフという監督の名前をぜひ覚えていただきたいと、思いますですね。はい、もう一本僕がちょっと注目しているのが、7月24日金曜日破壊の日、こちら豊田俊明監督の新作で渋川清彦さんが主演ということでもう期待に胸がいっぱいの作品で、あります。はい、Y さんのコメントがありますね。クラウドファンディングを立ち上げオリンピックの開幕にぶつけた映画公開日だけ決めて動き出したプロジェクトだったんですね。ああそうなんだ、まあ、オリンピックはこういうことになったわけですけれどコロナの混乱を乗り越え先日やっとクランクインという噂、クランクインクランクアップ、とにかく無事完成&公開を祈りますという、これは前に書いたコメントだったのかな。いろいろな障害を乗り越えて、公開にたどり着いた破壊の日豊田俊明監督の新作私これまだ拝見してませんけれども同じく楽しみにしたいと思います。そして7月の終わりには海辺の映画館キネマの玉手箱、大林監督の遺作の、公開も控えているということで、7月非常に盛りだくさんですね。見る作品がとってもとってもたくさんありますね。がぜん忙しくなってまいりました。皆さん映画館に行きましょう。ということで、ティフスタマンスリーチェックジュライをお届けいたしました。はい、ということでですね、今回の、TV スタジオ第50回スペシャル
というふうに特別版と別に歌ってないんですけれども、竹正治監督そして、マンスリーチェックを、お届け、いたしました。はい、で次回はちょっと今不規則な体制でお届けしてるんですけれども、まあ、やはり隔週に戻ろうということで、まあ、2週間ごとにお届けしてきているということで、できれば次回も、7月9日の木曜日配信を目指して準備してまいりたいと思いますので、また2週間後にお付き合いいただけたらと、思います。はい、では、はい、本日は以上にてティブスタジオ終了でございます。皆さんどうもありがとうございました。またお会いしましょう。失礼いたします。ありがとうございました。